皆さんこんにちは。こんにちは。 FC 岐阜の2023シーズンのユニフォームのお届け情報が出たわね。多分これだよね。ああそれそれ、一時先行予約でも対面とオンラインでお届け日が違うのね。対面の方が少しだけ優遇されるんだね。開始が1週間ほど違うけど締め切りは同じでしょう。なんで対面が優遇されるのかしら。イベントに参加してもらったり、まあ朝21に来てほしいってことなのかな。今年の開幕って3月4日開花でしょ。去年より1週間早くなるから大変だろうね。レプリカユニフォームは対面オンラインどちらでも4月上旬なのね。2022ユニフォームの予約は結構早くから始まったけど、2023シーズンは1月中旬からだから、レプユニまで手を回せないのかもね。レプユニは背番号12しかやらないし、去年の販売枚数からおおよその目安はつくから早く作れそうな気もするけど、事情があるんだろうね。 FC 岐阜のユニフォーム紹介にも書いてあるけど、2022シーズンのデザインを仮置きしてるから、スポンサーや J リーグマークは違うものになるよ。 J3 だけマークが違ってたけど統一されたのね。生命の源である海の青ですって。あと2023年は J リーグ30周年らしいから専用のマークがあるんだって。そういえば夢はでかくなけりゃつまらないだろうでおなじみの忍たま乱太郎もアニメ放送から30周年らしいわよ。サンキュー 100% 勇気。そうそう、今日で FC 岐阜の年末年始休業が終わるからいろんな情報が出てくるかもね。あらかた選手発表は終わっちゃったわよ。エンタメ力の FC 岐阜だよ。きっと何か隠し玉を持ってるって。今年は堅実路線な気がするけど、夢はでかくなけりゃつまらないだろう。